花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金吉郎でございます。1週間ご無沙汰しております。早速ですね、本日のゲスト、ご紹介いたしましょう。リエリー金平さんです。どうも、こんにちは。イエイ久しぶりやね。そうですね、ね、うん、リーちゃんがご出身が、福岡の、田川市っていうところで、はい、私もね、福岡県の大型市っても割と隣町、そう、もう同じ地域ですよ ね、うん、ね、やっぱりあのリスナーの方には申し訳ないんだけどまた筑豊弁でしょうか、今日紹介やろもう一度喋っちゃおらねえ、どうですか、最近今日タガ弁じゃ、炸裂して、いや、ほとんどだから誠さんがちょっとね困るね、分からん。もう今日は科目に行きたいと思います高橋誠さんですけども、どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。あ、いいじゃないですか、 USA 大山、 USA 大山、 大山空手のね、 USA チームの T シャツ、これいい色でしょ、これ、いい色でしょ。まこちゃん似合うね、それね。ありがとうございます。あのね、ほら、割と白人系の白い肌です。僕は割と東南アジア系の着てますけど、ね、ネイティブみたいなね。僕は結構うん、だこういう感じはね、やっぱ白人、白人系のね、似合うんですよ。松下としみさんがね、ちょっと今日はね、京都来週、残念でしょ、寂しいですね。いないから大変なことになってんのよ。メール読まなきゃいけないし、もうわちゃわちゃ始まりましたね。だから誠さんにメール印刷しないといけないし、これね、あのね、僕がね、あのこれダメなんですよ、パソコン触れないんですよ、ね、怖くて、はい、私も苦手です。あ、そうですか。嘘、はい、やっぱ筑豊のもんはすぐやるとかやな。そうやろ、多分、ね、ローテック焼き、私たちそう好きなの ね、あのパソコンがなんかあのウイルスに感染しそうですってなったら、うん、うわやばい、ウイルスがね入ってくると思ってブチッチコンセント抜いたんですよ、うんうんうん、やばい。そしたら金ちゃんにすごい怒られた。いきなりコンセント抜いたらいけん。それはダメなの。ダメらしいです。ダメだよ。そうなんだ。そうでね、ウイルスがそのコンセントの線から入ってくるわけやないって、うん、そうじゃない、本当。そう、もうそれぐらいだダメでした、今はちょっとだいぶ学んだけど、今日はね、ちょっとお客様、急遽ね、僕昔から、以前から、知ってたんですけども、この間ちょっとお店の方にね、お邪魔しましたけども、菅さん、どうも、はじめまして、よろしくお願いいたします。はじめまして。キーボードをね、されてて、ずいぶん長い間からね、で、ほら、アルフィーの高見沢さんとかね、はいはいはい、あの辺とかもね、親しい方なんですけども、それでね、あーやちゃんっていうね、女性が来て、彼女ドラム叩くのよ。今度ね、あーやちゃん、よろしくお願いしますね。いいですね。ね、楽しみですね。楽しみですね。今度はドラムセット持ってくるの。いやいや、ここは持ってこれないので、うん、その CD をね、今度作って、そのギターの、ほら、ハッピーエンドの、鈴木しげるさんとかもね、参加してね、今度、ライブもあるんですけども、その、レコーディングをね、するということでね、音源をまたね、後日ね、ご紹介いたしましょう。はい、ということで、リエリー金平さん、今回出ましたね。はあ、出ました、出ました。出ましたじゃないですか、これ。はい。ね、ありがとうございます。おめでとうございます。リーズブギーっていうね、アルバム出ましたけどもですね、はい、その曲をね、ご紹介したいと思うのですが、よろしくございましょうか。ですね、はい、まずこれ聞いてみますか。そうですね、最初も1曲目。1曲目。リーズブギーっていう。リーズブギー。イェイ。Thank you.
ということでですね、リズブギー流れておりますが、ちょっと聞きながら話しようか。はいはい、これはどこでレコーディングしたんですか。これは去年の6月に、うん、シカゴのスタジオで。あ、もうシャレとね、もうシカゴやろ。違う、ツヤばっかりつけてから来た。田川のもんが。田川もんが。1枚目のアルバムと同じスタジオなんですよ。あ、そうか。そうだからもうピアノもね、もう、はいはい、私のそのソロのアルバム以外でも他の人の、うん、例えば庄司さん、庄司内藤さんとか、はいはいはい、いろんな方の、まあ、録音のお手伝いでも、うん、まあ、そのスタジオは何度 も行ったことがあるんですよね。だからエンジニアの人 もよく知った感じやから。そうなんだよ。そう、それでいい、ね、うん、だからもう同じスタジオで撮りました。あ、はい、じゃあそのやっぱりそういう雰囲気がいいよ ね、うん、割とね。そうで、ここにはこのスタジオはもう100年以上経つね、スタンウェイピアノが、古いのがあって、本当、うん、すごいね、こう柔らかいこう、ね、味のある、ね、音がするんですよ ね、 そ、 うやね、それがいいなと思って。はそう、うん、ツヤつけちゃうわけじゃないよ、だっけツヤツヤつけちゃうって分からんよね。分からんな。ツヤつける、カッコつける、カッコつけるね。マコスさんはね、やっぱ三軒茶屋ですから。すみません、まあ、また全然違うもんね、俺たちと。三軒茶屋ですか。ということでね、リズブギーお聞き、はい、いただけましたでしょうか。素晴らしいですね、はい、これでね、何曲かちょっと聞いてみる。もう一曲聞いてみようかな、ね、そうですね、このリズブギーのね、うん、アルバムの中から。はい、今度はそうですね、うん、次はまあ、この曲は結構こう、うん、戦前ブルースとかね、そういう古いブルースを結構やったんですけど、その中で私 の好きなピアニストの人にリロイ・カーさんっていう人が やその人がね、その人のオリジナルじゃないけど、ほうほうほう、ちょっとこういつものブルースとは雰囲気の違う、うんうん、すごいいい感じの曲があるので、る How About Me っていう曲を、How About Me、はい、聞いてみてください。
素晴らしいじゃないですかね、これね。あのいい感じの雰囲気はやっぱ出ますね。ねえ、うん、なんかやっぱりその、あのそのスタジオの雰囲気とかさ、録音する雰囲気とかもあるし、そ、ね、うん、そのやっぱり馴染んできてるて、そうですね。ですごくだからリラックスしてできるスタジオというか、もう慣れてきて、うん、普通スタジオって構えるじゃない。そうです ね、うん、それがやっぱりなんかこうあの入っちゃうよね。ライブと違ったさ、録音ってこういう感じだけども、うん、やっぱ、ま、あのレコーディングっていうのはまた違った雰囲気でこう出せるとね、いいけど、これ随分いい感じ出てますね。結構ね、リラックスしてできましたね、うんうん、はい。今日じゃあ生で何か歌おうか。はい、じゃあですね、まあ、そのアルバムの中に入ってる曲、まあ、普通のシャッフルです。シャッフルだよ。また普通のシャッフル。なんだ。なし。ね、なし。なしやろ。なしだけのこと言うてやろうか。あの、これはね。はい、あなたにさえ愛されればそれでいいっていう曲。そういう曲あるんですよ。何や、なんでニヤニヤしとんの。大人になったね。ねおいちゃんね、本当。いきますかじゃあ。はい。リハもやんないでね、はい、またできる、またそのこうね、できるまこさんがまたね、
素晴らしいですね。ということでね、はい、リエリー金平さんですけどもね、まあ、最近、まあ、ライブは結構本数多くやってるんですか。そうですね、もう、ずっとそう、今月から来月にかけて、うん、この CD をリリースしたのにかけて、はいはい、ずっと九州までツアー行くんですよ。いいですね。あ、2月ぐらいから行くんですか。そうですね、もう来週その1月20日はもう宇都宮、うんうんうん、それはまあ、菊田さんとかゲストに来て、あ、そこがもう言ってた、しゅんちゃんゲストなんで、なんかそこがもうなんか皮切りというか、まあ、スタートになって、で宇都宮って菊田俊介の、そうそうそう、俊介さんの、俊介のじゃん、俊ちゃんのあれだよね、はい、地元、まあ地元ですね。それで2月は10日から、はい、25まで、うん、ずっと静岡、名古屋、関西ね、ずっと鹿児島まで、うん、本当ツアーです。本当、はい、でしかも、うん、初めて今回は田川ですると。田川、田川どこすると、え、田川のね、ご当地ご当地いいね、本当ご当地のお店で初めて、何月それ、そうそう、え、2月の、2月か、そうですよ、来るかな、俺4月するもん、わ4月俺をするんだよ、田川で、あんまり、あ、田川でするんですか。いや、昨日決まったんだ。あ、本当で、そう、まあ、予定、高校、ね、まで田川で生まれ育って、うん、で、まあ、大人になってからこういうブルースとかやりだしたので、うん、そのね、地元でこう、うん、ライブするっていうことがあんまなかったんですよ、うん、初めてその自分のライブを、うん、田川ですって、なんかちょっと恥ずかしい感じもあるんですけど、工事大地君もね、うん、大鶴村じゃない、はい、北の方の、はい、あそこ地元でね、そうやってやるっていうのはやっぱり、うん、去年ね、うん、やったみたいなんだけども、うん、結構向こうの新聞とかいろんな災害とかもあったんで、そうですね、うん、そのチャリティーとかもやってて、うん、で地元でやったんよ、うん、だからものすごく受けたらしいよな、あ、本当、うん、もう なんかもう泣きそうになったとか言ってたもん、だから久しぶり地元を離れてさ、そうです、ね、帰ってその、うん、やっぱりね、昔 の、うん、知ってる人たちが見に来たりとかしたら感動するよね、なんかね、うん、俺も博多行った時そう思ったよね、うん、あ、だけどね、どうなるか楽しみです ね、 いいね、それいいね。ははということでね、リエリー金平さんですけども、はい、ファックス来とうね、はちょっと読みますか、はい、もうファックス読むのがね、もうこうほら、老眼老眼老眼だからね、ちょっとこう億劫になってきて、まあ、松下さんにね、いつも任せてたんですけども、もうしばらくロンドンですね。ね、うん、ロンドン、ね、うん、来週もお休みなんですね、じゃあ。そうです、吉田よし子さん来週ゲストなんですけども、お休みなんですよね。それで、うん、楽しい話もたくさんね、また戻ってきたら、聞いてみたいと思いますけどもですね、はい、ということでね、まずこれは博多のミキさんですね、皆様こんにちは、山間部では氷点下、あ、雪大変、結構降るんだよね、福岡はね、福岡、うん、最高気温は1度の予報の福岡ですということでね、いまだに平野部でもボタン雪がまるで、写真のフィルターのようにな演出をしていますということで、それでいて、毎週水曜日に16度まで上がる様子なんで体が心配な状況ですという、うん、まあ、そうあるよね、うん、そちらはいかがですか、誠さん、まだ T シャツでしょうか、はい、ね、もう T シャツ着てますよね、さてリーちゃんお帰りなさいと、はい、そして、ニューアルバムリーズブギーのリリースおめでとう、ありがとうございます、ね、一つ心配なのは、人の紹介ではむちゃくちゃ饒舌な に上手に紹介できるのに、自分のことになるとどうなってんのかなっていうことかな、笑いって書いてあるの、うん、まあ今でも普通に言えるね、別にね、あ、もう全然ね、もう慣れたやろ、カナオさんには慣れた、カナオさんには慣れたやっぱね、心開いてくれてね、やっぱ同じ同居中こともあるけどね、普通スカンやろ、人の前で喋ると、あ、スカン、俺もスカンもん、そう、もうそうスカンもん、もう黙って、そんな言ったらあれやけどそんな言ったら元も子もないですけど、いや、みんなそうよ、だってベラ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 喋るミュージシャンなんかもう、本当、うん、あんまり、なんか知らん人と喋るのもあんまり、あ、本当、もともと無口な方なの、どうですどうかな、うん、でもなんか普通にさ、だんだんそういう、うん、ラジオとかって構えるじゃん、あ、でかっこいいとこ見せたいとか思うじゃない、あ、うん、そういうの捨てたらさ、全然楽よ、
もう失敗ばっかでももらえるし、カナオさんのラジオではこうやってもうベラベラ喋れるようになりました。あ、よかったね。よかった、よかった。で今後だってこの CD の、 あの要するに宣伝とかでいろいろラジオ出たりすることはあると思ってね、はい、これあなたなんか雑誌で紹介されてたね。あ、そうです。あ、ね、はい、先月のブルース&ソウルレコーズっていう雑誌 の、 あの CD レビューのコーナーに取り上げてくださって、ほ、はい、であとなんかインターネットラジオっていう、うんうんうん、あれ違う、インターネットマガ雑誌、うん、ま、雑誌で、あのフロントポーチっていうね、うんうん、あの瀬野美恵さんっていう方があの編集者で、うん、あのやってるネットのウェブサイトがあるんですけど、うん、そこでもやっぱりインタビュー受けて、うん、受けましたね、うん、はい。じゃあちょっとね、美希さんのね、ご紹介途中になりましたけども、うん、今日は金尾さんや誠さんの醸し出すリラックスした雰囲気の中でしっかり宣伝せないかんばいっていう、あ、はい、しますよ、しとるね。金尾さんに誠さん、今日はとしみさんがいらっしゃらないから、はい、いつものズレ漫才は楽しめないけどズレ漫才、ズレ漫才になってきたね最近ね、それもまたレアなんで楽しんでください、はい、リクエスト来てるね、うん、リーちゃん、ウキウキするキープジャンピング、キープジャンピング、はい、そういうのあるの、うん、あ、CD に入ってますね。あ、入ってるね、はい、で、オイラが言いたい、I wanna be loved、うん、あ、それ今した曲、ね、今したよね、うんうん、分かったよね、大体ね、ミキさんもね、うん、詳しいもんね、うん、あのそれより、まだお会いしてないけど本当に、散歩の雰囲気が出ているウォーキングウィズ社長、あ、何これ、ウォーキングウィズマーフィーっていうね、あ、これも入ってんだ、曲をこの中入れたんですよ。本当、これ続き、それ、うん、長いねこれね、もうすごい長いだけどいつも通り何でも OK ということでね、はい、金尾さん、以前体験してリーちゃんのピアノとの相性が抜群だった不良中年の勧め、やっぱ来たね、来たね、やっぱ来るんやないかねと思えたね、本当、だけど何でも OK ね。PS、 金尾さんはこの間びっくりさせてすみません、あ、リーちゃんは今度博多のブースフェスでは無視せんでねって、無視せんってどういうこと、まだまだ行ってもないのにな博多ブルースフェスティバルっていうのあるの、あんだね、はい、2月25日、そうか、その私の CD のリリースツアーが、うん、その最終日ですね、最終日が25日 の、 その博多ブルースフェスティバルですね、しゅんちゃんだって去年出たんだっけ、そうです、そうか、そうか、はい、シカゴはシカゴブルースフェスとか行かないの、まあ、また多分今年もはい行くと、それはまだ、ね、ちょっとでもさ、はい、あのあれじゃない、ココテーラー90生誕90、あ、はいはい、周年記念みたいな感じになるんだね、しゅんちゃん言ってたよな、まだちょっとね、うん、あれだけどみたいなね、ことなんですけども、はい、本当世界をね、飛び回ってるリエリー金平さんですけどもですね、ということで、どうしようか、なんかリクエストじゃない曲やろうかリクエストじゃない、どうする、いや、なんか かけあ、かけようか、CD もう一回聴こうかね、じゃあ、ね、この続きですね、はい、これあのこの CD はほとんど自分のソロなんですけど、うん、あのアーウィン・ヘルファーさんっていうね、アーウィン・ヘルファーさん、はい、シカゴの、うん、あのピアニストの方と、うん、あのまあ、連弾もねやったんですね、並んでピアノを弾いてるっていうね写真があるよ、そう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 、この人ね、うん、この人いくつぐらいの人、まあ、今82歳、おいさんやない、おいさんやない、もうじいさん、じいさんやね、あのこのじいさんとようするね、シカゴの、いや、もう本当素晴らしいあのピアニストで、うん、そうで、あのこのアルバムは、うん、あのまあ、ここでも何度かお話ししたんですけど、うん、あのバレルハウスチャックさんっていうね亡くなったピアニスト、はいはいはい、での彼のまあ何ていうか、まあ、トリビュートというか、うんうんうん、まあ、そういう意味もちょっと、うんうんうん、まああって、あのこのアーウィンさんがですね、うん、あのそのまあ、もともとそのバレルハウスチャックさんとまあすごくもうずっと仲良くって、あ、そうなんだ、はい、であのトリビュートコンサートがあった時に、うん、このアーウィンさんが一人であのチャックさんのためにって言ってなんか弾いたんですよね、本当、それがもうすごく素晴らしくって、でもあの、まあ、この CD にぜひあの一緒になんか一曲、うん、チャックさんのために弾けたらなと思って、うん、あ、そういうことなの、それであのアーミンさんを呼んだんですけど、本当、でこの今からかける曲は、うん、曲とそれからあの2曲、うん、ちょっとよかったら紹介したいと思うんですけど、うんうん、あのフォークロックブルースっていうのをもともとそのチャックさんのためにトリビュートで、フォークロックブルースね、うんうん、それをフォークロックに聞こえたよ今
え、フォークロックじゃなくてオクロック、ね、それをあの、まあ、トリビュートとして1曲だけお願いしたんですけど、でそのカメラマンの人がね、あのスタジオに入ってこう写真撮ってたんですよ、まあ、この CD の中にも入ってますけど、さあその1曲がもうすぐ終わるもんで、終わった後そのカメラマンの人がまだちょっと写真を撮りたいので、なんか適当に弾いてもらえって言われて、それで適当に弾いとったのをそのエンジニアの人がずっと録音してたんですよね。その分もじゃあこれあの今からかけるのは本当は即興で作ったみたいな感じだね。そうそうそう、あそれ面白いね。そう、それをだから最初にその即興のやつ、ちょっと楽しい雰囲気やから、スパゲッティっていう曲に スパゲッティ曲つけて聞いてみましょう。
ねえ、いかがですか、マコトさん。もうなんか酔いしれちゃいますね。ねえ、やっぱりでもドラマがあるよね。そうですね、やっぱりアルバムっていうだけあって、うん、やっぱりなんかその人そういうアルバムがやっぱ本当のね、うん、感じなんだね、うん、なんかいろんなその思い入れがあってね、 それぞれの思い出とか、はい、いろんなね、うん、あの深いよねこのアルバム、うん、リーズブギーですけどもですね、はい、ありがとうございます、ねえ、はい、このジャケットも気に入ってるんですよ。このジャケットね、素晴らしいよね、ハンガーみたいな感じでね、僕思ってたんだけど、そうそう、さっきね、うん、あの加納さんに話してたんですけど、うん、これは消しゴムを彫った、うん、消しゴムのハンコっていうんですか、うんうんうん、それで作っていただいたんですよ、私とマーフィーと。マーフィーっていうのはリーちゃんが飼ってるあの、はい、なんだっけ、シャレた犬やろ。シャレてない、シャレてない、なんなんシャレた犬って秋田県以外はシャレとった俺秋田県もシャレちゃおうよゴールデンレッドリーバー ね、ゴールデンレッドリーバー、そうそう、これの私 の、 あの、まあ、レーベルのがワギーマーフィーレコードっていうね、マーフィーを一応社長にして、社長なんですね犬が社長なんだね、そうよ、うん、そうだから社長の骨代を稼ぐために私は頑張ってそれ目的があるっていいね、そう、であのそのたまたま私あの茅ヶ崎に住んでるんですけど、うんうん、あの近所のにあの辻堂っていうところに、うんうん、あの表コーヒーっていううん、カフェ、小さなカフェがあるんですよ、うん、でそこはあの何回かハーモニカの小鉄さんっていう方と、うんうん、まあ、小鉄君もあの来てくれてね、うん、ラジオにも、でライブやってたんですけど、でそこはあの、まあ、そこのオーナーの方がなんかこういろいろな、なんかこう作家さんのね作品、なんか絵とか、うんうん、なんかこう小物とかそういうのをこう展示してて、それで私がたまたま遊び行った時はその消しゴムハンコをね、うん、作ってる白川ラボさんっていうところの、うん、そのハンコがこう置いて展示してあったんですよ。でそれがすごく味があって、あそこで知ったの、そう、それであこれ最初これを丸っきりこのジャケットと同じ写真があるんですけど、うんうん、この写真をもともとジャケットにしようと思ってたんですけど、うんうん、これを版画で、ね、頼んでみたら面白いんじゃないかっていうことで、それであの、お願いして、でまだ実は一度もそのご本人とお会いしたことないんですけど、本当このファックスとかなんていうメールでやり取りして、それでこんな感じでって言って、それで作っていただいたんですよ。うん、これ猫も可愛い猫 ね、 そう猫ね、これはあの後でやるけど、パンプキンちゃんっていう猫の誰がつけたの、パンプキンちゃんっていう猫、あこの名前、そうこれはあのそう私があのいつもシカゴで滞在してるアパートにおる猫、あそうなんだ、パンプキンちゃん、そのことについてかあのあここおったおったおったここおるね、そうここにおった、でパンプキンのことを歌って、九州のなんか福岡の番組みたいになってきたねこれおったやろ、そうでこのなんか裏のパンプキンちゃんも彫ってもらったんですよ、あ本当ね、あのああここ写真本当の写真あるね、あんたの、そう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 、あんたのちあんたのやらあんたのやらあんたのそうそう、うん、だからね、すごいこう面白い試みでもありました、あ、うん、まあ、全てがこうやってねこう関係してるっていうかね、つながってる感じがするね、うんうん、いやこういう話聞かないとわからないじゃない、うん、そうです ね、 ねだから今日、うん、結構聞かれますから、うん、この番組はすごいよね、そんなことないか、自分で何で言ってんだみたいな、いやだからそういう話とかね、はい、こうやって聞けたらねいいと思うよね、うん、ただその CD ね、そうね、うん、うん、ということでもう一方ね、はい、ファックスご紹介しましょう、はい、加納さん先週はお邪魔させていただきありがとうございましたということで、先週っていうのは、新春一発目ですね、菊田社長が出た時、菊田社長 の、 ゲストの時ですね、ディレクターの山田さん、仏様のような、仏様のような気高い方でお会いできて嬉しかったですっていうね、チャーカと見間違えた金尾さんとだけもうやめて、ばったりタワープレス前でお会いした時には縁があるのかなと思わず、勝手な独り言っていうね、まこっちゃんのソフトモヒカン若く見えました、としみさんにもお会いできて、キキさん、もリスナーで、おいでいただいた皆様にも、御礼申し上げますということで、金曜日はそちらに行くことが難しい曜日なのですが、機会があればまた伺いしてくださいと、うん、これ陽性ソソさんですね、ソソさん、須賀川の方ですね、ありがとうございました、金曜日ライブとかやってるからなかなか来れないね、ということでね、来ていただきましたけどもね、さて、今日のゲスト吉田よしこさん、あれ、ね、これ間違ってるかも、来週になっちゃったんでね、うん、それで、うん、
ちょっとまた、来週これね読ませていただきましょう。そうですね、うん、ということでね、あ、その よしこさんリクエストとか僕にも来てますので、これはね来週、来週 うん、お楽しみいただきたいと思います。妖精そっさんありがとうございます。また須賀川とかね福島の方にもね、あの郡山の方にも行きたいと思いますので、うん、その説はよろしくお願いいたしますということでね、はい、ということで、なんか誠さんとやりましょうか。あ、じゃ あのさっき話したパンプキンちゃんのね、パンプキンちゃんの曲やりましょうよ。あ、作ったんだよ。そうで、こあの猫のあの猫、うん、そうよ、あの可愛いパンプキンちゃんので、あの歌詞はね、うん、飼い主のボブさんっていう方が、うん、書いたの、歌詞書いて、そうそう、私が曲作って本当、そうで、この CD はね、うん、パンプキンちゃんの声も本当は入っとんです。入っと、そうだけ、あのパンプキンちゃんの声は CD を聞いてのお楽しみみたいな。ははね、猫の歌、猫のね、そうそうそう、タイトルはパンプキン、パンプキンズブギーっていう、そう、パンプキンズ、はい、これコーラスありますから2人とも。あ、コーラスあると、コーラスね、グググ、はい、オラオラってる、はい。
コーラスはいいですね。強烈。強烈。うん、笑いが出た。笑いが出る。写真撮りながらやってたからさ、ごめん。なんか写真撮りながらコーラスの時だったらブワーってマイクのところに回ってきて面白かった。いやいやいや。楽しいですね、このブルースは。今日も楽しいね、音楽魂でございますが。ということで今日はリエリー金平さんですけどもですね、近場のライブって言ってない、いや宇都宮から入るの？そうですね、あとまああのいつもこれちょっとチラシ持ってきたんですけど、あ本当、あそれ紹介しようか、中野のね、うん、ブライトブラウンで、あブライトブラウン、はい、毎月ソロライブをやってて、ね、いいね、うん、これがまあ私のその今回のソロアルバムを作るまあ原点というか、一人でこれずっと弾き語りしてるので、うんうんうん、であの1月17、2月の7日ってこれ全部水曜日ですけど、あ水曜日ね、うん、はい、1月17日来週の水曜ですね、水曜日、はい、どう、あと1月、まあ、2月7日、はい、っていうのをやってるんですね、はい、あと、まあ、神奈川県で言えば、うん、今月の1月27日の土曜日に、うん、湘南台中華3番、あ中華3番、中華3番ね、3番でね、うん、人人、ね、人見ちゃん、あの京都のハーモニカプレイヤーの大野木和彦さんっていう方とデュオでやるんですよ。あ、それで、あ忙しいね、それからね、その私の住んど地元の辻堂でね、うん、辻堂のステージ工事コーチっていうところで、ステージコーチ、はい、あなんか同じ、彼は、ね、飲み屋知ってるよ俺、ロッキンジョニーさんっていうあのまあずっとシカゴで活躍してシカゴの方、今はね、あの、うん、西の方に越してるんですけど、うん、あ本当、であのまあ来日してで、ああ、あの彼もあの日本こう行くんですけどね、はい、ツアー、ジャパンツアーみたいな感じ、辻堂、うん、うんうん、のステージコーチっていうところで小鉄さんとトリオでやります。あ小鉄ちゃんとね、はい、もううちのすぐ近くだから本当、はい、それは神奈川県でやるらしい、はい、辻堂ステージコーチ3月27日です ね、 ですね、はい、ですということでね、これは素晴らしいですね。そうですね、だからうん楽しみです。うーん、あとはもうずっとそのツアー2月のずっとツアーが、うん、あのね、これシカゴブルースマンですね。そうですね、シカゴブルースとか結構主にやってる人で、はいはい、はい、と、はい、まあ、ソロライブとか、ソロライブね、はい、これも、うん、あのブライトブラウン中野ですね、はい、これね、ここも本当アットホームで、うん、あのすごくリラックスして、うん、中野俺10年ぐらい通ったもんね、本当、ほら、ほら学校辞めた子子たちの高校があったわけよ、あのサポート校みたいな、はい、10年ぐらいね、うるうるしちゃって、うん、一回遊び来てくださいよ、金尾さん。俺あの、ね、しゅんちゃんの時とかね、うん、あのほらこの間あのアメリカからハーモニカの、うん、ウォーの ハープ吹いてた テックスさん、うん、テックスさん、テックス中村の時も行ったし、うん、でほらマスターとかいい方じゃね、あそこね、方じゃねえじゃね、いい人よね、なんかね、料理も美味しいしね、ね、うん、おすすめです。これ、まあ、これ今度の水曜日ですよ、今度水曜日やね、うん、です、あと2月、どっちか行こうなら、おやったー、ほんと、うん、行く、行く、じゃあ、 なんかしよっかね、一緒にね、一曲俺来た時、かなおさん俺高いよ、本当に、なんだ嘘だよ、嘘だよケチいね、ケチいねやろ今日なんかしようか俺とね、あそう、せっかくやからじゃあ、うん、そのリハーサルってことで、いやないないでしょ、なんかあね、ちょっと高橋誠さんとやるときは大体ね444にしようってね、うん、うん、今日はキーボード444できる、すんの444じゃない、どうやろうか、444のチューニングでしてるのよ誠さんと、ちょっとあの、そしたら何しようかね、あの、いや、これ応答会な、あれ、うん、うん、だいたいいいかな、だいたい、だいたいあっとけばいいかな、まあ、どうせ俺だね、あの、だいたい焼きね、だいたいもなめとも、なんかいい加減が一番そうですね、いい感じの、いい加減、いい加減、適当でいい加減が一番です。これね、昭和っていうところが昔あったのよ、あの博多の博多ですよね、なんか聞いたことある、歌を忘れたかもしれなかったんで、あのその時に歌いよった曲やね、あのもう40年ぐらい前かね、そうしようかな、おーそうなんだね、行こうか、はい、ミッドナイトブルース、アワン、
に早く帰って、あたし寂しいわ。初めてしたね、でもね。私この曲好き。あ、ありがとう。はい、いい曲ですよね。俺は水筒やろ。あのラジオでこんなこと言ってる。バカって言われる。というふうなね。あの、なんとなく松下さんがいないとね。なんかね、寂しさがやっぱりね。寂しさがね、ある。本当。ああ、そう。いや、タガが外れる感じ。タガ、タガがね。やだ、としみさんがね、うん、そこはこうまとめ、ね、うまく。まとめてますからね。カナオさんを包んじゃったよね。優しくね。あのね、やっぱりね、普段ね、あの、頼ってると、やっぱりいざいないとやっぱ困るね。うん、はっきり言って。そうですね。やっぱそういうもんよ。あの、いなくなって初めて分かるよね。おしし人なくしました。人間ってそういうもんですよね。なんかやっぱ便利さになれたらね、それが普通になっちゃうんだけど、やっぱなんかそういうことがね、あの、起きるとね、やっぱそうね。あの、まあでも、としみさんにもまた会いたいなと思って。うん、またね。僕のラジオのためにこのキーボード、ちっちゃなキーボード買ったんでしょ。あ、そうそう、そう、ここに持って、そう、ものすごい重たいのを最初すごかったもんね、こう、うん、乗り切らんぐらいのキーボードだったよね。一人でね、持てる。これやったらまあまだね。そうよ、こう、カナオさんのためにこれ買ったんだけど、嘘けど。嘘やろ、ほんとやろね。この中からね、急に今日、うん、はい、あの、最後にね、はい、あの、一曲ちょっと途中になるかもしれませんが、はい、聞いてみましょう。はい、最後の曲じゃあ、はい、あの、ビーズブギーの中から。はい、バレルハウスチャックさんの曲で、はい、庄司内藤さんと2人でやりました、はい、イザメです、Thank you.
ということでね、はい、いい感じになりましたけどもですね、本日のゲストリエリー金平さんでした。ありがとうございました。高島子さんありがとうございました。ございました。映像のキキさんもありがとうございます。今日のお客様カンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あやちゃんまたね、2月に来てください、ね、ご紹介します。ということでまた来週お会いいたしましょう。来週のゲスト吉田よしこさんです。お楽しみください。 See you next time、はい、あたりを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ。姿優しいあの人は今はない。人の心が好きさ、不屈の山に見る季節は巡り色変える街。 Ah, Riverside, my hometown。 今また懐かしき友がいる。